はよう、アンチの朝ごはん。なめこ汁と、で土鍋ご飯と鮭のハラスと梅干しと野沢菜と明太子、お薬用の水、水素水。それになんと野沢菜までついてるという最高の朝食。うん、おいしい。このさっきのハラス最高。皮がたまらん。今日はサボって即席のお味噌汁やけど、天野フーズ美味しいな、やっぱり。うん、よくできてる。体に気を使って減塩の。美味しい。うん、朝は比較的やっぱしっかり食べな。で、最後まで、朝しっかり食べてたら声もよう出るし、夕方ぐらいまであんまりお腹すけかな。あ、地方とか行ったらめっちゃ食べる。朝ごはん2杯ぐらいは全然食べる。うん、そしたら魚、明太子、梅干し、味噌汁、これがルーティン。北海道の朝ごはんもめっちゃ美味しかった。朝からイクラとか
ウニとか出てくるもんな。お家だったらそんな贅沢できへんけど、あかん、ご飯食べてまう。この土鍋で炊いたらな、なんでこんな美味しいんやろな。これなんか今日はいちごやけど、なんかこんな感じ食べれそうやろ。美味しいな。今日はどこ行くんやったっけ。今日は八尾やな。八尾でお仕事へ。今の時期な、なんか暑いか寒いか分かれへんな。洗濯物も乾きにくいしな。毛布引いてる？寝るとき。あんち上も下も毛布引いた。寒すぎて。夜中2時ぐらいに起きて。ハムから引き直した。ごめんね、食べながら喋って。美味しいな。めっちゃ元気出てる。このね、水素水はね、めっちゃいい。うちにの機械があんねんけど、普通の蛇口押してこのタンクの中からこうろ過すんやろな。で、水素水がいつでも飲めるっていう、体にいいし、なんかクリーンになった気がする。おいしい。何杯でも飲める。うん、鮭ハラスもめっちゃおいしいわ。何倍でもいける。なんかこのここもパリッパリして、皮が最高に美味しい。うん。あ、パリッパリッ。いけそう。もうさすがに3杯目はちょっとだけにしといた。もうあかん。もう食べたら飽きまへんで。十分食べてんで。けどな、このハラスにやられるね。おいしい。この梅干しも高野山の梅干し、おっちゃんにもろたやつ。野沢菜ももらったやつ、明太子ももらったやつ。おいしいね。
美味しいって何回言うてるでしょうか。